金色の夜明け、風の精霊、シルフを従えた機体の新人ユノ。ユノくん、ちょっとイケメンよ。例年通りグレンの獅子王かってことは金翼の大鷲か。俺たちはいつも最下位だし関係ねえな。黒の防御マジ？マジかよ、やべえ。みんなが驚くのも無理はない。黒の防御は昨年星マイナス50という前例のない数字を出したからね。おーい、誰か防御の関係者いないかい。呼ばれてるぜ、こそ。来たな、アスタ。おう、ユノ。彼が黒の防御で最も活躍したルーキー、アスタ。いやー、どうもどうも、アコちゃん。どこの貴族だろうか。いや、あの二人は下民らしいぜ。しかもアスタってやつは魔力が全くないんだとか。ベル、何？全力だ。なんて威力の魔法なんだ。それを防いだと。二人の力を見てまだその功績を疑う者がいたら出てきてほしい。そして身分の違いを乗り越え一丸となってこの国を勝利へ導こう。ケビンもやるんだな。そうだ、もう身分がどうとか言ってる場合じゃない。ユノ、ああ、俺たちここまで来たんだな。